はい、どうも、チョブリです。ってことで、今日はですね、マンチェスターシティガチャ当たり選手ランキングやっていきたいと思います。ってことで、本日も月曜ガチャやってきましたということで、今週何のガチャが来たかと言いますと、こちらですね、クラブセレクションガチャマンチェスター B ということで、マンチェスターシティからね、最後に eFootball 2023ラストのクラブセレクションガチャが来たわけなんですけれども、メンツこんな感じになっております。デブライネ、ハーランド、エディルソン、モライス、ベナード・シューバ、フォーデン、アルバレス、ストーンズ、アカンジといった感じで、今回も全員星5ですね。まあ、マンチェスター C なんで、メンツ的にはね、かなり熱いかなというふうに思うんですけれども、結論から話していくと、正直今回のガチャはね、かなりまあ渋めかなと思います。まあ、普段からeFootballを課金してる方とか、微課金の方は引かなくて僕はいいんじゃないかなと思ってます。本当にeFootballを始めたばかりの方で、メンツがまだ揃ってないよって方のとはね、かなりいいガチャになってるかなと思うんですけれども、まあ、そういうユーザーはそこまで多くないと思うんで、今回のガチャはまあ、スルーでいいんじゃないかなと思います。まあ、理由としてはね、強化されてる選手もいるんですけれども、まあ、強化幅も低いですし、それ以外の選手もね、過去最弱とまではいないですけれども、あんまり強化されてる選手がいないということで、まあ、正直微妙になってくるんじゃないかなと思います。ただね、まあ、最初に話した通り、選手がね、まだ揃っていない方にとってはね、まあ、誰を引いてもある程度はね、ガチ使えるのかなというふうに思うんで、そういった方はね、引いてもいいんじゃないかなと思います。今回はね、1の選手は強化されているということで、よかったらね、ランキングも参考にしていってください。ということで、早速ベスト5から発表していきましょう。はい、てことで、まず5位はこちら、フォーデンですね。5位に選ばせていただきました。今回もこのフォーデン登場ということで、結構ね、人気の選手かなというふうに思っているんですけれども、今回のフォーデンはね、残念ながらね、まあ、過去最強でもないですし、結構弱い方ですということで、まあ、今回の能力だけ見たら強いんですけど、これまで登場したフォーデンの中ではあんまり強くないんで、まあ、今回5位に選ばせていただきましたね。まあ、以前登場した週間のフォーデンが強すぎるっていうね、感じはあるんですけれども、チャンスメーカーということで、171センチですね。左ウィング登録ということで、22レバー上がるんですけれども、できるポジションは左のウイング、左のハーフ、 STOMF、CMF といった感じで、まあ、ポジション適性がね、多いのはかなりいいポイントかなと思うんですけれども、やっぱり以前の習慣はね、右サイドハーフができたのがね、いいポイントかなと思います。まあ、このフォーデン使うなら、まあ、OMF か左サイドハーフとかね、まあ、セカンドトップとかなのかなと思います。まあ、どこで使ってあげてもね、ある程度消化はいいんじゃないかなと思います。こんな感じでチームサイドが乗っかってくると、はい、こうですね、ドリブルの能力全部90乗っかってきますし、瞬発ボディコンも90乗っかってくるということで、使用感の良さ、まあ、強さっていうのは間違いないかなと思うんですけれども、まあ過去のフォーデンもっと強いフォーデンがいたので、それと比べるとね、ちょっと見ようかなと思ってしまいますよね。スキル見ていくと、軸裏、ダブルタッチ、テーラードロブ、ワンタッチパス、スルーパス、バックスピンロブということで、スキルに関してもスタンダードと変更はないですかね。まあこんな感じで能力自体はかなり強いんですけれども、まあ、これまでと比較するとちょっと微妙ということで、フォーデンを持ってない方はね、もちろんいいんじゃないかなと思います。ただね、これまで獲得したフォーデン持ってる方はちょっとね、このフォーデン乗り換える必要性はないんじゃないかなと思ってますね。まあやっぱりね、フォーデンに関してはこれまで登場した週刊 FP のフォーデンが最強ということで、まあ、持ってる方はね、その週刊フォーデン一択なのかなと思います。はい、ってことで5位がフォーデンでした。続いて4位見ていきます。はい、ってことで4位はこちら、ケビン・デブライネですね。4位に選ばせていただきました。デブライネも今回登場ということで、まあ、過去最強ではないんで、まあ、弱くはないと思うんですけれども、今回4位に選ばせていただきました。デブライネはね、まあ、使ってる方もそこまで多くないかなと思うんですけれども、まあ、身長もあってかね、若干使用感が重めになるんですよね。まあ、チャンスメーカーということで、身長は181センチ、レベルが19レーまで上がりますということで、できるポジションはね、OMF と CMF ということで、まあ、どっちで使ってあげてもいいんじゃないかなと思います。能力値見ていくとこんな感じですね。チームサイドが乗っかってくると、はい、こうなりますということで、まあ、このパス能力値はやっぱり90乗っかってくるのと、キック力もね、90乗っかってくるということで、ここはいいポイントなんじゃないかなと思います。ボールコントロールもね、チームサイド込みで90乗っかってきます。まあ、ボディコンが若干低いっていうのと、身長は181センチあるということで、ちょっとね、重めにはなるんですけれども、まあ、中盤のパスとかの安定感のところに関してはね、最強クラスだと思います。まあスピードが若干ないのがね、悲しいポイントかなと思いますね。スキル見ていくとこんな感じですね。軸は今回ミドルショット、ナノロブ、ワンタッチパス、アウトスピンキック、ピンポイントクロス、足裏スルーパス、バックスピンロブということで、まあ相変わらずね、ダブルタッチだけ欲しいなっていう感じなんですけれども、それ以外のスキルはかなり優秀なんじゃないかなと思います。今回ミドル、ワンパー、アウトスピン、ピンポイントクロス、スルーパスということで、本当ダブルタッチついたら完璧なスキル持ちですよね。まあ逆足も使えますし、能力的にはね、そこまで悪くないかなと思うんですけれども、まあこのデブライでもね、過去最強ではないですし、まあ、使用感が若干重いんで、そもそもね、使っている方もそこまで多くないということで、今回4位に選ばせていただきました。まあ、これもね、過去のデブライネを持っている方は乗り換える必要性ないと思いますし、逆にね、持ってない方とかはね、まあ、このデブライネを使ってガツカに入れるのもワンチャンありなんじゃないかなと思いますね。はい、ってことで4位がケビン・デブライネでした。続いて3位見ていきます。はい、ってことで3位はこちら、ハーランドですね。3位に選ばせていただきました。今回もこの怪物スパサブ登場ということで見ていきたいと思うんですけれども、今
今回のハーランドがボックストライカーということで身長は194センチ21デーまで上がりますね。ハーランドはね持ってる方も非常に多いかなというふうに思うんですけれども、今回のハーランドも過去最強ではございません。ただね結構希少かなと思ってまして、まあ理由としてはね、まだこのハーランドスーパーサブついているんですけれども、さすがにね2024とかなったらこのスパサブ外れてくるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。なんでこれが外れてくるとなると、まあ若干ハーランド使用感も重いですし、まあ先発から使うのはちょっと微妙かなと思ったりもするんで、まあそういった意味ではこのスパサブハーランドを獲得できるのがもしかしたらラストチャンスかもしれないということで今回3位に選ばせていただきました。まあ能力見てもね、まあ、ボディコンとかドリブル能力者は低いんですけれども、やっぱりこのスピシュン、フィジカル、決定力はあるということで、そこはかなり評価できるんじゃないかなと思います。チームスタイル込みでこんな感じになりますということで、オフェンス決定力も90乗っかってきますね。スピード、キック力、フィジカルコンタクトも90超えてきて、キック力95までありますからね。まあ、その分でボディコンがかなり低いっていうところと、ドリブル能力値もあんまり高くないですね。でスパサブ以外のスキルはこんな感じになってます。アクロバティックシュート、コントロールループ、闘争心、ワンシュー、ヘッダー、ヒルトリック、ミドルシュート、ピークかライジング、スーパーサブということで、まあ、ハーランドもねダブルタッチつけたいなところであるんですけれども、それ以外のスキルはかなり優秀かなと思います。やっぱりねこのワンシュー、ヘッダー、ヒルトリック、ミドルシュート、これ持ってるのは素晴らしいんじゃないかなと思います。本当になんでスパサブついてるんっていうぐらい、本当スパサブついてるのあんだけ先発ですね。ちょっとおかしいかなって感じがするんですけれども、まあ、本格的にね来作2020になったらもうスパサブに消える可能性大いにあると思いますので、そういった意味ではこのスパサブラストチャンスと思って獲得しておくのもありなんじゃないかなと思います。まあただねこれまでのスパサブハーランド持ってる方は、まあ契約更新するならねわざわざ乗り換える必要性はないんじゃないかなと思ってますね。まあ、使用感は若干重いですけれども、能力的にもね最強のスーパーサブということは間違いないと思いますので、ぜひよかったら獲得してみてください。はい、ってことで3位がハーランドでした。続いて2位見ていきます。はい、てことで2位はこちらベルナルド・シューバですね。2位に選ばせていただきました。いやこの選手はね個人的に結構好みということで、今回もまあ弱くないんで選ばせていただきました。このベルナルド・シューバをね過去最強ではないんですけれども、普通に強いですということで見ていきたいと思います。チャンスメーカーということで、身長が173センチ22デーまで上がるんですけれども、まずできるポジションとして OMF と CMF、 右ハーフと右ウイングということで、まあ使うとしたらね OMF か CMF かなっていう感じがあるんですけれども、まあサイドハーフだと若干スピードがね遅めかなって感じもしますね。サイドにスピードをね求めないって方はサイドでもいいんじゃないかなと思います。で能力値こんな感じでかなり優秀ですよね。これチームサイドが乗っかってくると、はい、こうなりますということで、まあドリブル能力値まずめちゃくちゃ高いですね。ドリブル96、ボルコン94、ボールキープ94と、でパス能力値も高くて、ボディコンも92、スタミナも93ということで、まあこんだけボディコンとドリブル能力値が高いんで、使用感はめちゃくちゃ軽いですね。身長も173センチということで、あまり高身長ではないんで、まあそこもね軽さにつながっている要因かなと思います。一応ねスピシューも84ありますし、これは結構強いんじゃないかなと僕は思ってます。スキル見ていくとこんな感じですね。軸裏、根幹、ミドル、低弾道ロブ、アウトスピン、ピンポイントクロス、シザース、軸足当て、シャピウス、ルーパスということで、この選手もね、まあここも同様にダブルタッチ欲しいなっていうね、まあサイドで使うのはやっぱりダブルタッチ欲しいですよねっていう感じがあるんですけれども、まあアウトスピンキック持ってますし、ピンポイントクロスを持っているということで、そこもね気にならなければサイドも全然使えるんじゃないかなと思います。まあ中盤でもね、まあスルーパスとかねコントロールカーを持ってますし、ミドルシュート持ってるんでね、そこもいいポイントかなと思いますね。まあ逆足あんまり使えないんですけれども、アウトスピンキック持ってるんであんまり気にならないんじゃないかなと思います。まあクロスの精度もそこそこ高いですし、何よりねこのドリブルとボディコンで使用感がかなり軽いということで、まあ、軽めの選手が好きな方はねこのベルナルド・シューバ結構ハマるのかなというふうに思ってるんで、ぜひね持ってない方は獲得するのもありなんじゃないかなと思います。個人的にも結構好きなんでおすすめですね。はい、てことで2位がベルナルド・シューバでした。続いて1位見ていきます。はい、てことで1位はこちらエディルソン・モライスですね。1位に選ばせていただきました。今回まさかのトップ強化はこのエディルソン・モライスということで1位に選ばせてもらったんですけれども、まあ正直ね1位とはいえ強化されてはいるんですけれども、まあクルトはどんなルーマ、シュマイケルとか使ってる方に、ね、わざわざ乗り換える必要性もそこまでないんじゃないかなと思ってます。まあこのエディルソン・モライスがですね、攻撃的ゴールキーパーということで、レベルが19レベルまで上がるんですけれども、身長が188センチですね。できるポジションはキーパーのみといった感じで、まあ能力値結構強めにはなりますよね。まあトップ強化ということで、チームサル乗っかってくるとこんな感じですね。まずクリアリングが92まで上がりますと、で、リフレクティングも90乗っかってくるということで、まあ2個の数値もね、90乗っかってくるんで、そこはね、かなりいいポイントかなと思います。一応ね、GK センスキャッチングも88まで上がりますし、コラボシングも87ということで、能力的にはかなり強いんじゃないかなと思います。でこのエディルソン・モラスのいいところはやっぱりこのパス能力値、これが高いところですよね。グランダーパス、フライパスもね75-76ということで、この数値がね他のキーパーと比べてもかなり高くなってます。スキルも GK ロングスロー、 PK ストッパー、低弾道パントキックということで、まあ、低弾道パントキックとかもねこう能力が低いと結構ずれてしまうんですけれども、エディルソン・モラスに関してはあんまりずれないんじゃないかなと思います。そこはかなりいいポイントですね。まあ無理にねこれまでの最強ゴールキーパーたちを持ってる人は乗り換える必要性もないかなというふうに思うんですけれども、まあ
攻撃的ゴールキーパーが好きな方で、まあ、いいキーパーを探しているよって方は、このモラレスぴったしなんじゃないかなと思います。まあ、シティということで、ね、ライブアップデートも期待できるんで、そういった意味でもね、獲得しておくのはありなんじゃないかなと思いますね。まあ、今回のモラレスは普通に強化されていて、個人的にも強いんじゃないかなと思ってますね。はい、ってこと1位がエディルソン・モラレスでした。はい、ってことで今回は月曜ガチャマンチェスターシティということで解説していったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、最初も話したんですけれども、正直今回に引かなくていいガチャになっているんじゃないかなと思います。まあ、今回引くならね、イグトボール2024のために、ね、貯めておくのがね、まあまあ無難なんじゃないかなと思っております。ただね、やっぱりまあどの選手引いてもね、ある程度ガッツから使えるところありますので、こう無課金とかね、こうメンツがなかなかまだ揃ってないよって方はワンチャン引くのもありなんじゃないかなと思います。まあ、唯一のあたりは今回1位のエディルソン・モラレスなんじゃないかなと思いますね。はい、ってことでこんな感じで毎日ね、イグトボールの動画更新してますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録もお願いいたします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。